君の実力を見せてよ。
探偵助手、元気にやってるみたいじゃねえか。ん？上白とナイルコープの件はどうなる？そいつは目下調整中だ。今回は別件で。こちらが今回の依頼者、君の友人さくら君の保護者だ。あなたがさくらの同級生の？さくら、そうね、あなたになら話しやすいわね。実はさくらが家出した。最近どうにも様子がおかしくて心配はしてたんだけど、まさかこんなことになる。お母さん、様子がおかしいというのは具体的にはどういう？それが部屋を暗くして音楽の映像を見てるんです。朝から晩まで同じものを繰り返し繰り返し。部屋からは出てこないし、学校にも行かなくなって、
さすがに家を出て行ってしまったと。そうなんです。それで警察に相談に行ったら。しかしどうしてわざわざ私のところに。実は似たような依頼が最近随分来るんだが、この件となるとどうにも上の腰が重くてな。腰が重い。ああ、家出の原因になったと思われる音楽の映像引っかかったんで。どうやら説明の手間が省けたみたいだな。最近このジミー・ケンとかいう小僧を率いるハッカーチームデモンズの犯罪行為が手に負えなくなってきてやがる。しかもだ、この大掛かりな電波ジャックからしてかなり大口のスポンサーが背後にいると俺は睨んでる。そのせいで警察の腰が重いと。ええ。大掛かりな電波ジャック、大口のスポンサー、警察の捜査のどん上城ですか。確かな証拠はないがおそらくな。上城ってエデンを運営しているあの娘のことと。お母さん、娘さんのことはお任せください。我々が必ず見つけ出します。どうか安心してご自宅でお待ちください。さあ、そこまでお送りしましょう。君は又吉刑事から詳しい情報を聞いて